お嬢ちゃん、ブリトラをこっちに。さよならブリトラさん、あなたとの生活悪くありませんでしたわよ。いやー残念極まりませんな、我が主。いやー本当に残念、あー残念残念残念です。さて早速ブリトラ復活の儀式を始めようか。なぜ？まずは素材となるバラ肉を。説明なしかよ。叩いて丸めて型崩れしないようにブリトラを巻きつける。ん？この肉をフライパンに入れ強火で全体的に焦げ目をつける。おいしそう。バラ肉を休ませている間に鍋に醤油とお酒に厚めに切った生姜と長ネギの青い部分を入れて混ぜ合わせた特殊な培養液を入れる。ちょっと待て、完璧にチャーシューの工程じゃねえか。バレたか。でもこれからが本当の本番だからおとなしく見てね。ブリトラを巻きつけた肉を軽く清めて、あふん、これをこうして強火で沸騰させた後弱火で3時間くらい煮込めば出来上がりかな。これでよしと。それはちょいとアルカさんや。お、いた、嘘、いた、いた。オッケー、さすが僕天才だね。お、大丈夫ですか村長。なんか体がおかしいのじゃ。しっかりと弱体化してるね。ラストダンジョンから切り離された証拠だ。アルカは今9歳くらいの体力しかないよ。体は子供で頭脳は大人ではないか。常識ないし。あのロリババアが、セクハラ大名人が、ストーカーが、変態が、お主ら日頃の恨みを晴らすなら今がチャンスだね。さあ俺、うん、あ、ビビった。